11月8日午前の取引が終了しました。日経平均株価は続伸しています。今日の全引けは352円06銭高の 27,879 円70銭となりました。トピックス東証株価指数も 20.87 ポイント高、 JPX 日経400 204.72 ポイント高、3指数揃って 1% を超す上昇です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 74%、 1357銘柄、これに対して値下がりが 22% の399銘柄、変わらずが約 4%、 81銘柄という全引けの構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上げています。ただ算出の中では大型株のみが 1% を超す上昇、中型と小型は 1% 未満の上昇率となっておりまして、大型株が強いという試合です。まあ、指数主導、大型株主導の上昇と言えるでしょう。商いもこれに伴って高水準です。全引け段階での東証プライム売買高6億4800万株余り、売買代金1兆6350億円、節目の1兆5000億円を超えて1兆6000億円台前半という売買代金、このペースで推移すれば1日通して節目の3兆円を超えるのが有望というレベルであります。今日は朝方から買い注文全体的に先行して始まりました。日経平均株価ザラバ高値では上げ幅400円を起こす場面も見られています。昨日の週明けニューヨーク市場で株価が大きく上昇したといった流れが追い風となりました。アメリカにおきましては8日に中間選挙の投開票を控えておりますが、ここでの見通しがだいぶ立ってきたと、大統領と議会の多数派が異なるねじれになりそうだという見方は支配的でありまして、そうなれば株式市場にとっても前向きな評価ができるといった見方なども出ているようです。株式市場にはマイナスの政策が出にくくなるといったことからニューヨーク株が上昇、この追い風を受けまして東京市場でも景気敏感株中心に幅広い銘柄に買い注文が流入しています。為替相場が円高方向に振れておりますが、一時の極端な円安が修正されてきたといった見方から、このあたりも特に材料視する向きは限られていると、むしろ前向きに評価する動きもあるようです。決算発表が連日続いているという状況の下で選別する動きも活発化しています。今日の相場で全場買われた銘柄としましては、決算発表を受けてヤマハ発動機7272が大幅高となりました。連日の年初来高値更新です。二輪車大手のヤマハ発動機、昨日今12月期の第3四半期決算を発表しておりまして、これが好調、12月期通期予想を上方修正したといったことが素直に好感されまして、上値追いです。逆に下げた銘柄としましては、再生能の発電事業などを手掛けますレノバ9519、こちらが 10% を超す大幅な下落となりました。こちらも昨日決算発表、今3月期の第2四半期決算を発表しておりますが、こちらが直近の第2四半期、3ヶ月間の収益がだいぶ伸び悩んだと、低調だったということが嫌気されまして、個人投資家などの失望売りで大幅安となっています。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。